はい、それではやっちゃいましょうか。今回またいきなりすごいですね。いきなりキラカードですよ。レジェンドカード、おこちゃ。すごいですね。まあなんか名前は聞いたことあるけど実際のプレイ見たことないんやな。おこちゃ、中盤、ナイジェリア、175cm、小さいな。なんかファンタジスタやったのかな。なんとなく雰囲気ね。雰囲気だけで喋ってるけど。さあ、おこちゃん何者でしょうか。現在もちろん引退してると、50歳と言ってんな、おい。生粋のナイジェリア人と、ナイジェリア代表75キャップ、やば。最多出場ボルトンなんよ。これワールドカップ絶対行ってるよね。75キャップやばいよね。でもなんかナイジェリア代表とか、なんかまあプレーの印象もないかな。見たことがないからね、実際ちゃんと。ワールドカップには、これ若いとか出てんな。94年出てるぞ。試合普通に出てんじゃん。すげえな。っていうことは98年もいっちゃってる？98年は、出てるね。98年も出てるってことは2002年も出てんの？これすごない？マジですごいやつやな。うわ、出てるな。2002年も出てんじゃん。2006年も行っちゃってる？ 2006 年の前に引退か。あれすげえな。レジェンドだわ、完全に。名前は聞いたことあったけど。マジのレジェンド。もともとはナイジェリアでプレイしてて、で、ドイツ、フランクフルトに来て、でもフランクフルトも結構長いな、5年間ぐらいだな。で、トルコ、パリ・サンジェルマン。で、ボルトン。ボルトンはでも4年か。で、カタール、インド。最後はインドで引退。なんか、インド引退するやつ多いな。何やってんの、インドって。プロトさん494。まあまあか。まあまあ出てるよね。チャンピオンズリーグ12試合。プレミアが124試合。でもなんか、全く知らんよな。どういうプレイやったんやね。まあ、YouTube 見ればわかるんでしょうけどね。まあ、引退後別に特に何もしてないということで、のんびりと過ごしてるんですかね。